尾鷲市川端渡船さんにやってまいりました。本日ご同行いただきますのはオーナー針から堀口さんです。おはようございます。おはようございます。お願いします。堀口です。よろしくお願いします。今乗っている磯はどこでしょうか。はい、今日はですね尾鷲のまな板っていう磯に乗ってます。はい、稚ヌーののっこみの走りという時期でですね、川端渡船さんの船長さんおすすめのまな板に乗っています。おお、はい、じゃあちょっとねスタートしたばかりですけどもチヌの顔を見れるように頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは稚ヌー狙いなんでね、しっかりと蒔絵を効かせていきたいと思います。まず最初110杯ぐらい、私の場合巻きます。10杯ぐらいをしっかりと巻いて稚ヌーを寄せていきますね。朝一番なんでね、しっかりと蒔絵を効かしたいと思います。最初オキアミからいきますね。オキアミからスタートです。巻き絵の打ったポイントに仕掛けを投げます。で、できる限り仕掛けを直線にしてですね、で、当たりを待つ。この場所はですね、尾鷲のまな板という磯なんですけども、非常に稚ヌーの魚影が濃いと言われてます。のっこみの時期になると稚ヌーがたくさん釣れるまな板ということで、非常に人気のある磯でもあります。で、だいたい攻め方はですね、そこから徐々に、攻めていきたいので、最初身広ぐらいをスタートで、仕掛けが馴染んだらですねどんどんそれを沈めていくというような攻め方で、朝一番攻めていきたいと思います。来た来た来た。何か来ましたよ。目があるんだ、ここ。あ、チヌです。あ、でかっ。お、やりましたね。チヌです。はい、ありがとうございます。まあ堀口さんに教えてもらったこのポイントやった。朝何これ一投目やりましたね。教えてもらったように竿1本分でじわじわじわって馴染んだところでもう浮きがはってみたらもうなかったです。やったー、ありがとうございます。わっ、いちぬや。磯チヌスタート早々に来てくれました。どう、これまだのっこみじゃないんやんな。かっこいいやんな。真っ黒のチヌ両系です。いいスタートになりました。はい、45ぐらいぐらいですね。はい、いいところがっつりかかってます。今日使わせていただいてる針なんですけど、はい、これはね、インブライトチヌって言いまして、オキアミに刺した時でも海中の中で、オキアミの発する光のようにね、針が光るというので、チヌに非常に効果があると思います。効果ありました。はい。よし、ありがとうね。チヌはいいね、やっぱりよう引きます。イソチヌ、はい、優しくリリース。はい、ありがとう。沈んだ。ようやく来ましたよ。グレ。いつものグレ。
さすが磯釣り師。え、グレ？グレ。あ、ほんまや。結構両型のグレ。グレ。でも言い方。ね。うんうん。へえ。びっくり。ちょっと死ぬかなと思って襲わずしたら、なんとまたグレでした。針はですね、チヌ釣りにいつも使っているさすがチヌっていうね、針先が手仕上げで磨きが鋭く磨いてあるっていうようなさすがチヌっていうのを使いましたけどね、がっちりとグレの唇にもかかってます。このさすがチヌですね、このさすがチヌ、ここ一番という時に、非常に、強い味方になってくれます。針先が非常に鋭く仕上がっておりますので、厚い唇、また硬い歯にもね、しっかりとヒットしてくれますので、さすがチヌ、皆さんもぜひ使ってみてください。足元に団子を打ちます。パラパラと打って、竿を1本分ぐらいっていうことなので、だいたい正面かな。この辺からちょっと流していきます。今右から左に潮が緩くなってる感じ。で、竿1本分のところによっこいしょ、この辺で狙います。さあ、チヌ来い。あ、あれ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 、沈んだ。ああ、持てた持てた。よっしゃ、来た。うわ、ちょっとさ、距離引きます。あ、チヌ2匹目。チヌ。チヌです。どんだけ？2連チャン。大正解。堀口さん、やばいやばい。はい、ありがとうございます。めっちゃ釣れるじゃないですか。ここの場所ですね。でしょ。ありがとうございます。はい、いやー、ええー、なー、めっちゃ釣れますよ、尾鷲のイソチヌ。今地合いなんでしょうかね。同じ感じですね、じわじわじわっと左に今潮がちょっと緩みかけてますけども、それに乗せたらチポンと入りました。一瞬でしたね。これもうのっこみなんかな。お腹がこれポコってなってるよね、膨らんでますね。多分今ちょっと潮止まりで一番潮が高い状態になってるんで、今ちょうど満潮やと思います。で、潮が止まってるんで、まああと30分1時間ぐらいするとまた活性高くなってくるんかなっていう気はするんですけども、で、ちょっと潮が動いてないんでね、できるだけ底の方に潜んでいるチヌをちょっと狙いたいなと思って、今浮きを沈めて深い棚を探ってるんですけども、来ましたよ。これはチヌでしょ。よう引くね。ようやく急ぎは寝ろとったら根性やな、根性の一枚。この地合いの止まってる時にようやく、ちょっとええ方ですね。うん、ええ方、ええ方、ね、よかった。さすが、でかいですよ。でかい、いいサイズ、いいサイズ
もう沖の潮はどん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 左から右へ流れていくんで、はい、もう稚ヌの棚がキープできないんですよ。でもう急ぎはもう徹底的に急ぎはひっつけながら、はいはい、じわーっと沈めてったら、これ腹入ってますよ。これきれい、お尻赤いんでこれ、うんうん、ね、あ、とっこみですね、うん、もうこれきれいです、とっこみですね。針はね、もうここ一番さすがチームで、もう細かいあたりもバシッとかかるようにね、いいとこかかってますね。そうですね、うん、唇の一番分厚いところですけどね、針先がすごく鋭く仕上がってますので、これさすがチームできっちりとかかってくれました。お見事です。ありがとうございます。さあ、なんだ、大満足。あ、チームでしょう、来ました。